南京ハゼは、東大草か南京ハゼ属の落葉鉱木である。以前は、白木属に分類され、セイピアムサバイファームの学名で呼ばれていた。種小名のセベフェラは、死亡のあるのい。別名、東ハゼ、カンテラギ。中国名カラス、キヘンニウス、カラスウス、カラスウスキ。和名は、ハゼの木の代わりに色を取る材料として使われるようになった。 中国原産の木の意味である。樹高6メートル。葉は三角上高卵系で、先端はお嬢で、秋、紅葉する。花は私有同種であり、5から6月開花する。尾花は草上果序で、その溶液に芽花をつける。果実は秋、少し三角のかかった休憩の果てを黒こなさせ、3個の種子を出す。種皮は黒色であるが、 その表面は脂肪に富んだ白色の老状物質で覆われる。果てが劣化しても、種子は火器から自然に離脱することはなく、紅葉期から落葉庫まで長く、木の絵に止まり、白い星を散らしたようで非常に目立つ。ムクドリなどの鳥類がこの種子を接触し、老状物質を消化吸収して、種子を排泄することで、種子分散が起こる。原産は中国、台湾。 よく紅葉することから、庭木、街路樹、公園樹の用途で使われている。コンピ、果実は乾燥して、利尿剤、捨げ剤にする。これをカラスウスという。種子の油脂のカラスウス油は、石鹸、ろうそくの原料や、薬用とされる。長崎県長崎市、京都府京田辺市の死の木になっている。ありがとうございます。